岩月です。今日はスペシャルゲストですね。松下直司さんをお呼びして、研究のことであったりとか、留学のことで、いろいろね、深掘りしていきたいと思います。神奈川君。いや、今日はすいません。貴重な時間ありがとうございます。じゃあ、早速、松下直司さんに聞いていきたいんですけれども、自己紹介をよろしくお願いします。はい。私は、慶応大学の理工学部電気情報工学科で、専任講師をしています。で、2020年4月から、自分の研究室を主催して、ラボを運営しているんですが、その前を振り返ると、兵庫県立龍野高校という公立の高校を卒業して、で、その後、東京大学の、電気電子工学科に進んで、その後そのまま修士博士と、進んで、シンガポールのナイアンテクノロジカルユニバーシティというところに発足をして、でもう一つその後、アメリカのスタンフォード大学で、発足をしたという感じですね。はい。で、大学時代は電気電子工学科だったんですけど、シンガポールでは材料工学科に行って、アメリカでは化学工学科に行って、材料のことを勉強して、慶応のその電気情報工学科に電気に戻ってきたっていう感じですね。ありがとうございます。じゃあ早速ですけど、本当にもういろんな研究です。もうスタンフォードとかも、例えばもう世界で2位っていうのも、もういろんな方が知ってますし、もうどんな研究やってたのかっていうか、もう僕も含めて皆さん聞きたいと思うんですけど、ぜひどのような研究をされているのかっていうのを教えてください。はい。私は次世代のウェアラブルデバイスの研究をしています。で、次世代のウェアラブルデバイスっていうと、どういうものになるかっていうと、例えばこう腕時計型のこうウェアラブルデバイスってこうあると思うんですけど、これだとやっぱり腕時計ですらつけたくないっていう人も今やっぱりいたりしますし、これだと腕にしかつけられないっていう装着の場所とかですね、あとはそのディスプレイもこの面積でこう限定されてしまったりするので、理想としてはやっぱり情報端末としては腕全体が覆うというか、スマートフォンくらいのディスプレイの大きさが欲しいなっていうことはあるじゃないですか。ただそういうものを作ろうとすると、硬いものをスマートフォンを例えばここにガシャって乗せたりしても、誰もそういうのをつけたがらないっていうのがあると思うんですけど、そういうものを解決するためにゴムですね、本来なんか絶縁体で絶対電気流さないって、なんか麦わらの帽子をかぶった仲間でも結構有名な話があると思うんですけども、そこでゴムってもう元々電気を流さないですけど、そういうものをその電気を流すようにしたり、光るようにしたりとかっていうようなことをやって、皮膚にこうピタッとこう密着するようなウェアラブルデバイスを作るというような研究をしています。それによって、次世代のそのヘルススケアデバイスとか、スポーツとかのトレーニングとかに使えるようなデバイスっていうのを作ろうとしています。わかりました。いや、僕も結構スポーツをやってるので、すごい面白いと思います。はい、はい、じゃあ早速ですけども、僕も研究見させてもう40本ぐらい書かれてて、なので本当に聞いていきたい内容なんですけど、研究論を書くときに本当気をつけてることですよねっていうのをぜひ教えてください。自分の研究によってこう世界がどのように変わるかっていう、私の研究がこう完成する前と後の世界でどのようにこう世界が変わるかっていうのを自分の研究はそのターニングポイントになれるかっていうようなことをかなり意識して論文を書くようにしています。で、それがその具体的なそのストーリーの作り方なんですけど、細かいところで言うとフィギュアセットにはかなりこだわりを持っています。特にそのハイインパクトファクターというか、インパクトファクターの高いようなジャーナルとかになると、本当にこうエディターがバーッといろんな論文を送られてきて、すぐにこうエディターキックとかっていうどんどんこう蹴ったりとかすることあると思うんですけど、目に留まるような分かりやすいフィギュアっていうのをうまく揃えるっていうのをかなり重要だと思ってやってますね。わかりました。じゃあ本当にもうこうどういうふうに今いい高い論文ですよ、レベル高いところにこう掲載していくのかっていうところで、そのフィギュアの作り方図がすごい大事ってことですね。はい、あとはなんかいかにシンプルにその話を作るかっていうこともすごい重要だと思ってますね。科学論文ってどうしてもなんか広いところから入ってどんどんこうニッチなところにこう行きがちなんですけど、なるべくそのいや、この論文はここは良くなくて、この論文はここは良くなくてじゃなくて、その先行研究のこういうここはできてるけど、ここはダメで、それを解決するためにこういう新しい研究しましたみたいな、分かりやすい話を作るっていうこともかなり重要だと。すいません、ありがとうございます。本当にもう研究論文いっぱい書かれてる方なので、聞いてる皆さんも本当論文をどういうふうに書くのかっていうことね、ぜひ参考にしていただきたいと思います。じゃあ早速ここからどのようにというか、なぜ留学ですよね、されたのかっていうのを聞いていきたいんですけど、ぜひ教えてください。一番大学卒業して留学しようと思ったきっかけとしては、やっぱりその世界の一番の環境で自分をチャレンジしたいということがあったからですね。私がその日本にいた頃も本当に世界一の研究室にいるというふうにずっと思ってたんですけど、
まあ、やっぱり日本だと特に海外の研究者が集まりづらいというところがやっぱあったりするので、アメリカってもう本当にいろんな世界各国の一番優秀だった学生が集まるような風土があるので、まあ、そういうところに自分を身を置くことによって成長できるかなと思ったのが一番の理由ですね。わかりました。じゃあ早速次の質問、まあ、これは本当に僕とか他の人も、ね、絶対気になる、どのようにその仕事を獲得したのかっていうところなんですけども、どのように取ったのかってぜひ教えてください。はい、私はそのポスドクとして大学院卒業した後の研究員として、スタンフォード大学とあと南洋テクノロジカルユニバーシティに、行ったわけなんですが、まあ、そこでやったこととしてはとにかく先生にメールを打ち続けるっていうことをやりました。で、本当に一番行きたかった大学がスタンフォード大学の最初に行った大学だったんですけども、その指導教官の先生に大体の人はメール返してくれないからとにかくもう10本20本でもメールを打って返してくれるところを頑張って探してくださいというようなことを言われて、まあ、実際にもういっぱい気になる先生や全員アメリカにいる先生メールを送るっていうようなことをしたんですけど、まあ、結局返信があったのはその一番行きたかった先生からだけで、でそのスタンフォードの先生がぜひ松井さん来てくださいっていうな、来てくださいっていうか、まあまあちょっと話をしましょうっていうようなことになって、そこから面接があって行けたってことになりますね。で、なんでスタンフォードにメールしてなんでシンガポールに行くことになったかってことなんですけども、シンガポールって本当に経済的に豊かなんでお金がいっぱいあるんですよね。で、そのシンガポールのその大学で特に今大学のランキングをとにかく上げたいっていうのことをすごく大切にしているので、シンガポールの大学とそのスタンフォード大学とでその共同研究をして、大学のシンガポールの大学の研究のレベルを上げようっていうような予算がある。で、そのスキームで僕を雇うことによってやろうと。 ですから、まあ、まず、シンガポールにポストクとして雇われて、でそこでまあ3ヶ月から時々帰ったりもして、まあ、合計で半年くらいシンガポールに行って、でその後アメリカに、本来の目的だったアメリカのそのスタンフォード大学の研究室に行ったということになります。いや、本当にこれもう前回のゲスト、まあ、船戸さんっていう方がいらっしゃった、その方も本当にもう熱意を持ってメールを送りまくったっていうことだったら、すごい似てるこう戦略だなっていうのを感じました。で、次ですけれども、こう留学良かったことっていうのをぜひ教えてください。これは元々の目的にもあったんですけど、本当に世界トップの研究者が来てるっていうことですね。そのラボでだいたいコアなメンバーが3、40人いて、全部学部生も入れると7、80人いるくらいの結構大きな研究室だったんですけど、で、まあそこでまあどんどんその元々いるポスドクの人も、その新しく入ってくるポスドクの人も、なんか話を聞くとなんか名前見たことあるみたいな。すごいなんか有名な論文の著者、ファーストオーサーだったり、まあ、みんな、一本はネイチャー、サイエンス、もしくはネイチャー姉妹誌はみんな持ってるくらいの、すごい優秀な人がいっぱい集まっていて、で、かつ、みんな分野が違うんですよね。化学合成する人とか、生態計測する人とか、僕みたいにその材料とかデバイスをやる人もいましたし、まあ、そういう人たちと、こう、意見を交換して、自分自身こう勉強する部分がすごく多かったっていうのは、めちゃめちゃ、良かったことだと思いますね。あとはその環境として、まあ女性の PI だったんで、女性の研究者とか、あと国籍の違う研究者もかなり多かったので、そういうダイバーシティが多い環境に自分を身を置けたっていうのも、かなり良かったと思いますね。で、結果的にその今研究室を始めるにあたっても、世界の中で自分がどういう位置にいて、どういう戦略で自分をこう打っていったらいいかっていうことを、その考える、種にもなったので、はい、それがすごく良かったと思います。いや、本当そういうトップの研究があったからこそ、こう週刊現代でこう日本を変えるこうトップ30の研究者に載ったりとか、テレビ朝日のあいつ今何してるに特集されたっていうね、繋がったんじゃないかと思ってます。はい、じゃあここでまあ良かったことだけではなくて、やっぱ留学ってどうしてもまあ大変だったことっていうのがあるんですけれども、大変だったことっていうのを教えてください。まあライトなものとヘビーなものがあるんですが、ライトなものでいくと、まずはなんかやっぱり英語英語はやっぱり苦労しましたね。大学生の時も西海岸と東海岸に両方行って、で、まあ東海岸の人の英語はちょっと、早口すぎて聞き取れないなと思ったけど、西海岸は結構勉強してる人が多いんで、聞き取りやすくていいだろうと思ってたんですけど、実際に行ってこう話をしてみたら、結構なんか聞き取れないことが結構多くて、まあ、これあれですね、シンガポールの時はもっとひどかったですね。シンガポールはまあ3ヶ月しかいなかったんでよかったんですけど、シンガポールはそのシングリッシュって言って、その現地の言葉がかなり勝った英語とか、まあ、とにかくその英語のリスニングとか、なんか最初はなかなか、うまくできなくて、なんか、
直しと喋ってるとおじいちゃんと喋ってるみたいだみたいなボソッと言って同僚が言ってるのを聞いてしまったりしたこともあったんですけど、まあそれもなんとかあのなって、あの楽しい研究生活だと思いますね。めちゃめちゃバカにされるっていう感じがあったかもしれないじゃあちょっとヘビーな方行きましょうか。はいはい、ヘビーな方で行くと、そうですね、犯罪にあって犯罪にあってっていうか、ちょうど友達が遊びに来てた時にその観光に行って、で車を運転してたら、運転して駐車場に止めたら、車上荒らしにあって、友達3人で行ったんですけど、1人のスーツケースが盗まれて、1人のパスポートが、僕のパスポートも盗まれたんですけど、はい、でそれはかなり心に来て、で、まあ、車も割れてるし、車の窓ガラスも割れてるしみたいな感じ で、そしたらその次に家に帰る途中で、車の見たことないランプが点滅し始めて、でまあ、車もダメだったんですよ。で車故障したんで、修理に出している間に、そのもともと昔車を買う前だった、自転車を乗ったんですけど、自転車に久しぶりに乗って学校に行こうと思って自転車置き場に行ったら、自分の自転車が盗まれてたんですというのが一番辛かったですね。いやもうやっぱりちょっと、まあ、車も自転車もやっぱこう、まあ、移動できなくなるっていうのはすごい大変だと思うんで、ちょっと僕笑っちゃいましたけど、まあ確かに亡くなった時は打撃あったんじゃないかなっていう、僕は事故にあって車がなくなった時だったんで、まあ、すごい本当に大変だったんだなって思います、はい、と、まあ、じゃあ最後本当にここまで見てくださった方って本当にこう研究したいとか、まあ、海外に留学したいっていう方が多いので、ぜひそんな、まあ、やる気がある方々ですよね、メッセージをよろしくお願いします。本当にアメリカ行って自分が学んだことって本当に本当に本当に多いと思って、で、まあ、友達ができたっていうこともかなり多いので、まあ、特にその海外に行くような人たちって日本でもかなり優秀な人たちが多分多いと思うんですけど、まあ、アメリカに行くと本当に自分よりも優秀な人とか、その自分と同じくらい優秀な人と本当に切磋琢磨できる機会に恵まれると思うので、本当にいい経験だと思います、はい、ですからまあ日本優秀だからその日本でずっといいっていうんじゃなくて、一度くらいはアメリカとかに行って研究してみることをすごくお勧めします。じゃあ最後にぜひこう直司さんの友人をご紹介していただけると嬉しいです。現在パーデュー大学でポスドクをしている渡辺雄一郎さんを紹介したいと思います。渡辺さんは山形大学でオーレット有機 EL の研究をもともとしてたんですけど、まあ、そこからパーデュー大学で一気にガラッと研究テーマも変えていろんなことにチャレンジされている方です。まあ、人の隣もかなり明るくて面白い方だと思う。自分の中で腹をくくって、まあ、覚悟を決めてエリアと来ちゃったっていうところがあるんですけれど、でいろんな話が聞けると思います。わかりました。いや本当に今日直司さんの貴重な時間本当にありがとうございました。ありがとうございました。ハウスサウナにハマってるみたいなのありますありますよね。僕個人的にサウナにちょっとハマってて、今家の近くのなんか温泉施設に行ってるんですけど、うん、あれってそんな簡単に作れるものなんですかね。これ今お見せしちゃっていいですか。あ、いいですか。でも、はい、もうこの半年もうサウナのことしか考えてないぐらい、はいはい、これをちょっと今つけてみていいですか。あ、いいですか。いいですよ、はい、これで今赤くなったので、はい、で、これで、これですね、このスイッチをつけて、でもこれでどん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 温度が上がっていくっていう。これって、はい、どういう方式ですか？赤外線？それとも。で、出てから多分水風呂に入る時間ができるだけ短い方がいい。そうですよね、はい。あ、もうやっぱそうですよね。はい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 。なので出て急いでもうこのタオルとつっていう。